界が終わるとき、あなたは誰の手を取りますか？あんま気負いすぎんなよ。そんなの適当でいいのよ。適当で。そんな寮長だなんて、僕はお飾りみたいなものだから。この天才作家が夢と希望に満ちたストーリーをお届けしよう。あんま気負いすぎんなよ。そんなの適当でいいのよ。そんな寮長。あんま気負いすぎんなよ。そんなの適当でいいのよ。適当で。火のそばに集うのは、いつまた訪れるかもしれない永遠の闇を恐れているから。しかし彼らは覗き込んでしまう。誰もいない廃墟、明かりの消えた路地。にゃー、そっちに行ったのね。そして愚かにも焦がれ続ける。その暗闇の先に未知の世界が広がっていることを。ひどい。全部めちゃくちゃだ。にゃにゃ、バルコニーに。まさか。みんなのところへ行きましょう。すまんね、お前さんの期待に応えられんかったわ。そんな顔しなさんな。最後に俺を信じてくれてありがとね。ダメ、やめて。私たちはどこで間違えてしまったんだろう。Thank you.
次は、如月駅。如月駅。私がいる車両って誰もいない。だーれだ。うまそうだな、お前。誰？マラーブ、いい子だからそこ動くなよ。お前も本当は俺にやられてんだろ。弾切れた。めんどくせえ。あ？お前、今の見たな？